明月や池をめぐりてよもすがら。私、講談師の一流斎定奈でございます。まあ、年々このものすごい暑い夏、まあ、この夏が終わりますとやがてやってまいりますのが秋。まあ、ところがどういうわけか最近では秋らしいなと、この風情を感じる時間はほんの一瞬と短くなってきておりますが、今日は秋の花にちなんだ生け花をこの講談の解説とともに皆様にお届けしてまいります。それではご登場いただきましょう。皆様ご存知、古流東洋会福井絵元宮本理丈先生です。どうぞよろしいですか先生。はい、今日もよろしくお願いいたします。それでは生け花と講談の摩訶不思議なコラボレーション、本日はノーカットで生け花が完成するまでのところを余すことなく皆様にお届けしてまいります。全7種類もの花材をどういけるのか、華道家の本気とくとご覧あれ。取り取りてはらりと重きすすきかな。ということで先生がまず最初に手に取りましたのが、秋の代名詞とも言っても過言ではないおなじみすすきでございます。中秋の名月を飾る習わしとしても欠かせないほか、秋の七草でおばなというとこのすすきのことを言うんだそうでございます。まあ、ちょうど動物の尾っぽに似ている、この穂の部分が尾っぽに似ているところから尾の花と書いて尾花とも呼ばれるこちらのすすき。すすきの名前の由来はすくすくと立っている木であることから作られたと言われております。ところで皆さん、すすきという字を漢字で書けますでしょうか。すすきという字には2つ漢字がございまして、1つは薄いと書く字、この薄いと書いてすすきと読むときには草むらという意味があります。また草冠にこのなくなるの左側のところがくっついたような字を書くのが、こちらは稲や麦など、まあ、針状の穀物を表している方のすすきという意味だそうで、まあ、同じすすきでも意味が違うんだそうでございます。そんなすすきの花言葉は活力生命。まあ、ちょっとねこの茶色くてこの乾燥しているようなところを見ると生命力というのは意外な気がいたしますが、まあ、これは暑さにも寒さにも強いところから花言葉活力生命と来ているそうです。そんなすすき、驚くことに世界には20種類以上生息しております。日本で代表的なすすきが赤茶色の穂が特徴的な八丈すすき、冬でも葉っぱが枯れない時はすすき、そして糸のように細い葉と茎を持っている糸すすきというこの3種類があるそうでございます。ちなみにかやぶき屋根に使われているのもこのすすきだそうです。さあ先生、どん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 池込んでおりますが、まあ、今日は二株池ということで、下の方によく見ますと剣山を2つ今仕込んでおります。2箇所で行けるというちょっと私は初めて見る行け方でございますが、どんな感じで先生行け込んでまいりますでしょうか。本日もいつもの通り裏行けという、先生が裏側から行けていきますので、自分では完成の図というのが裏からしかわからない、これはかなり熟練した華道家でなければできないという大技だそうでございます。私もねちょっと一回やってみたんですけれども、これはすごく難しいなということがやはりやってみたらよくわかる。さあ黙々と池込んでおりますが、皆様からカメラ向かいまして、右手の方にはこう斜めに池込んでおりますね。左手の方に池込みました方はまっすぐ背が高く池込んでおりますが、果たしてどのような仕上がりになるのか。続きまして先生が手に取り出しましたのがこちら菊、ご覧に入れますでしょうか。まあ、こういうねお花というのは最初ネットがついておりますから、これを取るところから始めるわけでございますが、春は桜、秋は菊と言われるぐらい秋を代表しまする花、この菊。菊は実はその期間が長くて、開花時期が5月から7月は夏菊と呼ばれ、8月から9月は春夏菊、10月から11月が秋菊、11月から1月が寒菊というふうに、まあ、種類が分類されているそうでございます。
中国より伝わりましたこの菊、江戸時代に多く品種改良が行われました。また日本で作られました菊は和菊、欧米で作られた品種は洋菊と言われております。菊の花言葉は高貴、高尚、高潔、気品あふれる菊の花姿から来ているそうでございます。そしてご存知の通り、皇室の門も菊でございますが、これは平安時代末期から鎌倉時代にかけて即位しておりました82代天皇後鳥羽上皇が、この方大の菊好き、ですからもう衣類や刀などありとあらゆるところに菊の紋章をつけていらっしゃったそう。そこから転じまして、皇室やまた国家の象徴として菊が用いられるようになり、今では皆さんもパスポートお持ちだと思いますが、あそこにも菊の紋が入っている。また勲章や議員記章などにも広く使われております。さあ、今回先生が使われておりますのは菊の中でもアナスタシアと呼ばれる品種。大輪で花びらが花火のように放射状に伸びているところが特徴。冠婚葬祭どんな場面でも華やかに飾ってくれる菊でございます。続いて先生が取り出しましたのがこちら、深い青い色の仁豆。最近では敬老の日の贈り物としても人気が高まっておりますこちらの花材、一般的にはこの深いブルーとして知られておりますが、実は紫、ピンク、白、薄い青など様々な品種がございます。日本にはおよそ18種類以上が確認されておりまして、日本全域に生息。またこの林道というのは花で群生するということはなく、単独で自生するという特徴があるので、確かに考えてみたら林道畑というのはあまり見たことがないですよね。独立して咲く花だそうでございます。そんな孤高の林道、古くは古代エジプトにもその記述が残されておりまして、薬草として使われてまいりました。やがてこの花が中国に伝わると、竜の肝のように苦いというところから竜の肝、竜胆と呼ばれるようになり、日本に来る時にはそれがなまって林道と、どういうふうにその変化していったのか私には分かりかねますが、そこから来て林道と名付けられたそうです。また薬草として効果効能があったところから、病に打ち勝つ、勝利という花言葉がございます。他にも単独で自生するという性質から、あなたの悲しみに寄り添う、寂しい愛情などという花言葉もあるそうでございます。さあ、この鮮やかな林道を先生はアナスタシアの横に池込んでまいりました。この青と黄色の対照がすごく秋らしくて綺麗ですね。さて、前々からライブいけばな講談の方でもお伝えしておりますが、このいけばなをする時の特徴の一つとしては、前後の奥行きを出すというのが非常に重要な技法の一つ。またこの生けている器のことを花器というんですが、花器の口元を隠すように生け込んでいくというのが、これが技法の一つだそうでございます。さてさて、そのうちに続いて取り出しましたのがこちら、見えますでしょうか、綺麗な赤色、ケイトウ。ユニークな形がこの特徴的なお花、ケイトウ。私は幼少期この名前を聞いてケイトウだと思っていたんですが、実は鶏の頭と書いてケイトウというのが正しい名称。この名前の通り、花の部分がトサカに似ているところから名付けられたそうですが、英語やドイツ語でもこのトサカという意味の名前がついているそうです。公園の花壇などでもよく見かける花ですが、日本に野生種は存在せず、インドネシア原産、なんと平安時代から日本に伝わり、万葉集にはカラアイという名前で登場しているそうでございます。そんな歴史の深いケイトウですが、このお花に見えている部分は実は花ではないそうです。これちょっと寄れますでしょうか、もっともっと寄ってみないと、多分わからないと思うんですが、この茎の先端が変形したところ、この今赤く見えているところ、これ果樹と呼ばれる部分、その下に花びらがないすごく小さい花がたくさんついているそうなんです。実はこの赤く見えるところがお花ではないそうで、果樹と呼ばれる部分だそうです。こんな系統の花言葉は風変わり、おしゃれ、気取りや個性、また
色あせぬ恋という意味があるそうです。ブーケやアレンジメントに使う際にはボリュームが出せたり、また日持ちするのでギフトにも最適なお花でございます。さて次に先生が取り出しましたのが、日本古来からおなじみの植物アワ。アワってこういう形で咲いているんですね。猫じゃらしみたいな感じがいたしますが、古くから親しまれております雑穀の一つアワ、これを花材に使うというのは大変珍しいんじゃないでしょうか。縄文時代前期から栽培が始まり、縄文人の遺跡から発掘されたほど日本人には馴染み深い植物。五穀の中でも味が淡いというところからアワと名付けられたとか、また味がパサパサしているので食べるとあわ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 したところからあわと言われたとか、事の真相が全く定かではございませんが、まあ、最近では健康食品としてこのあわにも注目が集まっております。そんなあわの花言葉は色によって異なって、緑のあわは調和、黄色は生命力、そして赤いあわはまとわりつく愛という意味があるそうで、よくことわざに濡れ手で泡ということわざがありますが、このまとわりつく愛の由来になっているそう。手が濡れている状態で泡をつかむと、もうごっそりと手にまとわりついてくるのに、まさに泡はまとわりつく愛というところで池込んでまいりましたが、この赤の系統の横に先生は今泡を池込んで、とても色の対象が綺麗でございます。続いてはこれ、名前ご存知でしょうか。ワレモコウというお花、これ見たことあるけれども名前知らなかったという方実は多いのではないでしょうか。これバラ科ワレモコウ属に属する多年草、朝鮮半島や中国、シベリア、ヨーロッパなど広く分布してございます。そんなワレモコウ、花言葉は感謝、憧れといった相手を思う気持ちが込められている花なので、結婚記念日にもぴったり、さらに愛情、物思い、移ろいゆく日々といった花言葉がついておりまして、お誕生日や家族のお祝い事など親子間での誕生日プレゼントにも最適だそうでございます。これはちょっと今回小ぶりの感じのお花がついておりますが、意外なところに先生池込まれました。このススキと林道の間に実に秋らしい感じがだんだんと風情漂ってまいりましたね。続いての花材はホトトギス。ホトトギスと聞きますと、まあ、有名なのは泣かぬなら殺してしまえホトトギス、泣かぬなら泣かせてみせようホトトギス、泣かぬなら泣くまで待とうホトトギスと呼ばれる鳥の方が有名ですが、まあ、今先生が取りましたのはこちらお花の方のホトトギス。これご覧いただけますでしょうか。ものすごく近くに寄ってよく見てもらわないと全然わからないと思うんですが、このお花、斑点が花の花弁の中についておりまして、その斑点が鳥のホトトギスの羽毛の模様に似ているところから、このお花にも同じくホトトギスとついたそうでございます。皆さん見えましたでしょうか。まあ、種類によってはこの斑点がないものもあるそうですが、アジアを中心におよそ20種類以上が分布しております。ホトトギスの大きな特徴、この花弁に浮かぶ紫のまだら模様、ね、今ご覧いただけましたが、このホトトギス日本全国産地に広く自生しておりまして、山地ホトトギスというのが一番有名、そして今回花材として使っているのが花弁が反り返るように咲いている山ホトトギス、また赤紫の地色に白紫の斑点が入った花を咲かせる台湾ホトトギス、釣り鐘型のツヤのある黄色の花をつけるキージョウロウホトトギスなど、まあ、それぞれいろんな種類があるそうでございます。葉を突き抜くような形の葉っぱと茎を持ちまして、黄色い花に細かい紫色の斑点が入っているのを黄花のタツキホトトギスという、また鮮やかな黄色の花を咲かせる黄花のホトトギスという、まあ、いろんなホトトギスの種類があるのがお分かりいただけたんじゃないでしょうか。そんなホトトギスの花言葉は永遠にあなたのもの、秘めた意志という、まあ、晩夏から晩秋までの長い間ホトトギスがひたむきに咲き続けるところから、こういう
ちょっと恋を匂わせるような花言葉がついているようでございます。さあ先生、今ホトトギス一心不乱に生け込んでいるところでございます。この二株池というのは左右のバランスが非常に難しいところだそうでございまして、このそれぞれのバランス、どっちを重くする軽くするとか、また色味もどうやって生け込んでいくとか、それぞれお考えになっていらっしゃるんでしょうが、まあ、このホトトギス、なんか系統のそばに生け込むとすごいアクセントとして可愛らしくなりますし、また今このアナスタシアの横にちょっと生け込んでおりますが、ワレモコウと相まって可愛らしい感じになってございます。さあ先生が再び取り出しましたのが先ほどのワレモコウ。ちょっとさっきご紹介し遅れましたが、ワレモコウ、漢字で書くとワレも赤と書いてワレモコウ、ワレもコウ、ワレもコウ。このダジャレを絶対言ってほしいと言われたんですが、どう扱っていいか私もワレも困るというようなワレモコウでございますけれども、まあ、前後にもまた再び奥行きをつけながら高低差をつけて、まあ、最終的に先生は今整えてございます。よく生け花初心者がやってしまいがちなこういうたくさんの花材を使う時の NG 技法というのがありまして、芯争い、竹比べと言われるような同じ高さに生け込んではいけないそうでございます。まあ、ですから確かによく見ますと先生もちゃんとススキの高さ変えられておりますし、また他のお花も前後に高低差をつけて、また奥行きをつけながら同じように芯を争わないようにしながら手早く生け込んでおります。これ実際ですと正面から何度も見直しまして、左右のバランスは大丈夫であろうかとか、どこかお花はもうちょっとバランスよく生けられるんじゃないかとか、普通は完成した正面からの見え方をよく確認してから作るのですが、先生の場合は今日も裏池という高等技術を使って今最終調整に入っております。さあいかがでございましょうか。最後可愛らしいワレモコウを正面に見据えまして、パキン、余分なところは潔く切り落としていく、これが李城先生の潔さ、かっこよさの生け花でございました。以上、生け花講談これにて読み終わりでございます。では秋の花材7種2株池これにて完成でございます。ということで先生、はい、今日は秋の7種類で、ね、2株池というのに挑戦していただきましたけれども、いかがですか。まあまあ納得いかれない、まあまあ、すごい素敵なんですけど、どうやって7つも、ね、まとめていかれるのかなと思ったんですけど、さすがに7種類を、まあ、1株にやるのはちょっとごちゃつくかなと思って、うん、っていう考えですね。生け花をこうイケてるところを見せるっていうのは本来なかったですが、見せたいし見たいっていう方もいるんですけど、まあ、どう見せるかみたいなのってずっと課題で未だに、はい、そこで今回テーナさんにちょっと解説をお願いして楽しんでいただけるんじゃないかなっていうのをちょっとこの YouTube でやってみたんですけど、はい、どうですかね。どうですかね。ぜひあのコメントいただければ、もっとこうした方がいいとかあれば、うん、なんかのイベントとかお祝いでね、うん、こういうのがご披露できたらいいなとも思っているので、はい、いいですよね。ぜひお呼びいただいて、はい、2人で行きますよね。はい、なんか急に宣伝になったぞお待ちしております。いやこれやっぱね、最後出来上がった後宴会場とかでももし余興として呼んでいただけるんだったら、最後ここの前でみんなで写真とか撮れますし、ね、すごくね
いいんですよ。多分講談師と華道家が一緒にそういう取り組みをやってるっていうのは多分世界初めてなので、ぜひどちらでかで呼んでいただけるのをお待ちしております。今日はありがとうございました。はい、とんでもないです。いつもありがとうございます。はい、こんにちは、華道家の宮本理丈です。この度この YouTube チャンネルのメンバーシップというのを始めました。どういう内容になってるかといいますと、今まで何本撮ってきたんだろう、英語版中国語版ってのもあるんですけど、そっちは200本ぐらいかな、200とか300とかあるんですけど、そのうちの一部をメンバーシップ限定となります。結構ね、昔の動画もね、くだらないのもあるんですけど、名作も粒揃いであるんでね、僕がちょっと若いってのが一つ3年ぐらい前だからでもやっぱり技術的なねことももちろんですけど、牡蠣のこととかいろんな花材ね取り上げてやってますんでね。これ見てくださってる方は私のチャンネル何度かご覧になっていただいたと思うんですが、このチャンネルの動画がとてもためになったとか面白かったとか有益だったって思ってくださってる方もいらっしゃると思います。過去の動画も同じようにとても有益な動画ありますので、ぜひ登録をしてご覧いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。